お疲れ様です。ラフチャンネルのアリマです。今日はね、冷凍ピンクマウスをレオパにあげてみようという動画をお届けしたいと思います。で、僕自身ね、冷凍ピンクマウスはあまり使わないんですよ。というのも、やっぱり基本的にはレオパっていうのは昆虫食なので、その昆虫食のレオパにピンクマウスを与えるっていうのは非常に高カロリーな餌を与えることになるんですよね。なので、基本的にピンクマウスは、あげない主義なんですけれども、どうしてもこう、太らせたい時期であったりだとか、なかなかちょっとこう、コオロギとかデュビア食べても太らないような個体とかに関しては、まあ、例えば月に1匹だけとか、そのぐらいの頻度ではね、与えてみてもいいのかなと思ってまして、今回ね、実際にレオパに冷凍ピンクマウスをあげてみて、ちゃんと食べるのかどうか、どういう風に与えたら、ちゃんと冷凍ピンクマウスを食べてくれるのかっていうのを実際にね、実践でやってみて、皆さんにどのような感じでピンクマウスを与えたら、いいのかっていうのをお届けしたいなと思います。それでは本日の動画行ってみましょう。どうぞ。こちらがね、冷凍ピンクマウスになります。一袋に10匹入ってますね。で、冷凍ピンクマウスはこんな感じで一個一個バラバラでしっかり凍ってるので、くっついて取れにくいとかっていうのはないですね。まあ見た目はこんな感じです。思いっきし生まれたばっかのネズミですね。で、冷凍ピンクマウスっていろんな形で固まってるんで、個人的に一匹一匹観察するの結構好きなんですよ。例えば、この子とか、なんか、ほら、あれに似てる、ウルトラマンのポーズ。似てません？なんか、今から怪獣と戦うみたいな。で、だいたい20分ぐらい経ったら、解凍されるので、実際ね、自分の手でしっかり触ってみて、芯の方というか、中が冷たくないかとかっていうのを、ちゃんとひっくり返してね、確認して、でね、全く冷たくないことを確認してから揚げていきましょうと。で、1匹目はね、ギャラクシーエニグマのこの子に揚げていきたいと思います。で、この子はね、エニグマ入っているんですけれども、餌食いはしっかりしていて、たくさん食べるんですよ。ただね、なかなか尻尾が太らないっていうところがちょっと気になっていて、月に1回ね、こういう形でピンクマウスを与えていこうかなと思ってます。で、食べるかな？あー、食べましたね。で、結構ね、冷凍ピンクマウス食べる子食べない子、かなりばらつきがあって、食べさせたい子がちゃんと食べてくれるかどうかっていうのは、結構ね、難しいところがあるんですけど、この子はしっかり食べてくれましたね。うん。満足そう。結構ね、コオロギとかと違って、一匹あたりの重さというかね、カロリーが違うんで、胃にガツンとくると思うんですけど。まあなんでね、ピンクマウスあげるときは、温度をちょっといつもより高めにね、してあげて、しっかり消化をね、促進できるような環境を整えてあげるといいですね。消化不良とかね、なっちゃうときもあるんでね、温度は高めの方がいいです。お次はね、この子、ホワイト&イエローマックスノーのこの子にピンクマウスあげていきたいと思います。食べるかな？あんまり反応良くないですね。食べてくれるといいんですけど、反応悪いですね。まあ、こんな感じでね、冷凍ピンクマウスはね、食べる子食べない子かなりばらつきが出ちゃうんですよね、どうしても。でね、こういう時はね、何やってるかっていうとね、コオロギの体液をつけてあげるんですよ。そうすることでね、ピンクマウスにコオロギの匂いがつくんで、ピンセットからね、いつもコオロギをあげているレオパに関しては、ピンクマウスをね、コオロギと錯覚して食ってくれるんですよ。こんな感じで。なんで、もしね、ピンクマウスあげててなかなか食べてくれないレオパちゃんがいたら、コオロギをね、ちょっとこう首の方とか軽く潰してね、体液つけてあげると、こんな感じで食べてくれることがあります。まあね、コオロギも一緒にあげちゃいましょうか。まあそれがね、ピンクマウス食べないレオパに対しての、まあ一つのコツ、ピンクマウスあげるコツになるのかなと思ってます。綺麗な答えですね。ホワイト&イエロー入るとやっぱり顔の周りとかがちょっと白くなってね、美人さんの顔になりますね。で、お次がダルメシアン。この子もね、エニグマ入っていて、餌はしっかり食べてくれるんですけど、もうちょっとね、ガタイを良くしたいなっていうのであげてます。まあでも月にね、ほんと1回ぐらいしかあげないです。で、やっぱりね、こちらもコオロギの匂いをつけてからあげるとしっかり食べてくれますね。この子もね、早くしっかりした体つきになってほしいですね。で、お次はブラックホールですね。うちのレオパの中で一番餌を食べるのが下手な子なんですけど、しっかり食べてくれましたね。こちらもね、コオロギの匂いをつけたピンクマウスをあげてます。まあ
初めからね、自分のところのレオパがあまりピンクマウスを食べないってことが分かっているのであれば、もういっちゃん初めからコオロギの匂いをねつけたピンクマウスを用意して、それをあげるっていうのもいいかもしれないですね。この子はね特に太ってほしいんでね、ピンクマウスとコオロギも一緒にセットであげていきたいなと思います。しっかり食べて大きくなってくれよ。まあこんな感じでね、今後もレオパの育て方だとかちょっとしたねコツとかね、いろんな情報をお届けしていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。